オパラモは、スペイン、ガリシア州、ルーゴ県の自治体、コマルカデサリアに属す。ガリシア統計局によれば、2010年の人口は1632人。カスティーリャ語表記は定管しのないパーミュー。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は98.54%。オパラモは、ルーゴ県の南部に位置し、コマルカデサリアに属する。北から、西が、と、 北側を、これごと、東が、ランカラ、サリアと、南が、パラデーラと、西が、ポルトマリンの、各自治体と隣接。自治体の中心地区は、ア・トーレ教区のトレボージェ地区にある。自治体市長は、ガリシア国民党のグメルシンドアントニオロドリゲスリス。自治体表議員は、ガリシア国民党。5、ガリシア社会党。2、手が、1、ガリシア民族主義ブロック。 一となっている。オパラモは十八の教区に分けられる。太とは自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。